震災の記憶を伝える神戸ルミナリエの代替イベント。暖かな光に包まれた会場で訪れた人の話に耳を傾ける藤原さんの姿がありました。じゃあインタビューさせていただきます。震災継承として自分たちより下の世代に僕たちの団体として伝えていきたくて、その中でもやっぱり震災当時のリアルな声っていうのを、今集めてまして、震災当時の様子を少し詳しく教えてください。私は大阪市内に住んでたんですけれども、第一波が来る直前に目が覚めまして、目が覚めた瞬間には下からこう何ですか、ものすごい揺れがあって、藤原さんは震災で被害の大きかった神戸市長田区で育ちました。震災について学びたいと兵庫県立舞子高校の環境防災科に進学。3年生の時、神戸ルミナリエの会場で初めて震災について語りました。今は若者の若い世代が観光として訪れている。やっぱりそれ観光目的でもいいんですけど、僕自身この阪神淡路大震災の希望と復興ということを忘れてほしくないと思って、こういうふうに出しました。高校卒業後、2020年10月に自ら 1.17 希望の架け橋を設立。団体名には震災の教訓を経験した人からしていない若い世代へつなぎたいという願いが込められています。もともと環境防災科でたくさん防災とか学んでいるうちに、インスタでこの活動を見つけて、パッと出てきた時に先輩だっていうことを知って、興味あるなと思って参加しました。その映像、その時見て、彼らは震災を経験した人の貴重な話を記録しようと、去年初めて動画を制作しました。阪神淡路大震災、なんかあなたを持った人っていうのはやっぱりこう亡くなった人のところに行って、で話も家どうだった、うち壊れてもたとかね、焼けてもたとか、そんな話ばっかりですね。出来上がった動画は SNS で発信していて、再生回数は現在6800回を超えています。ガスはかろうじて出てたけど、はい、おはよう、いらっしゃいませ。どうぞ。藤原さんが震災を自ら伝えるようになったのは高校3年生の時、祖母の恵美子さんから聞いた当時の話がきっかけでした。その東落合の時は朝揺れて、瓦は皆落ちたな、とか重たい瓦やからな、やったから、それから瓦は皆落ちてしまった。あとは大変あやけど、水は 2,3 日してから出たから、こっちに長田のおった親戚の人らは皆お風呂入れて言うてな、皆来て。カルチャーも大変やった。当時恵美子さんは神戸市須磨区に住んでいて、自宅は半壊。そうや、家族は無事でしたが、夫の智久さんが創業した建設会社が長田区にあったため、智久さんはいても立ってもいられなかったといいます。じいつ亡くなったやん。12月の。じゃあ何年前。お父さんがな、もうよう燃えてきよう言うやろ。ロケ道火事やったやろ。で、いやこっちの方が行けへんやろか、どないやろ言うて、もうテレビ見よって、座りな、まあどないなったや、どないなるや分かれへんのに言うて、言うのに、
行って今から行ってくる、今から行ったって帰られへんで車でやかいな、そない言うて言いよったんや。2、3日してから行ったらもうくちゃくちゃ、私らもう長田や言うてずっとおったのにな、分からへんようになってたわな。それは火事で焼けて、火事で焼けたりな、潰れたりでな、あんた怖かったな。歩かれへんから。震災後、智久さんの建設会社では瓦礫の撤去作業に追われました。智久さんは同じ被災者として誰よりも寄り添い、何日もかけて作業に当たったといいます。しかし病気で亡くなったため、藤原さんは智久さんから話を直接聞くことはできませんでした。自分にとって一番大事な存在やし、一番可愛がってもらってたんで、今でも一番自分の尊敬する人でもあり、一番大好きなおじいちゃんです。藤原さんは今、智久さんが創業した建設会社で働いています。被災者のために尽力した智久さんの背中を追いかけたいと考えたのです。仕事では現場監督の役目を担う藤原さん、時間を捻出しボランティアとして活動を続けています。どれだけその当時の様子をうまく、この日は福島県から来た高校生に震災の継承活動を行う先輩として思いを語りました。全員が全員同じ経験じゃなくて、一人一人の震災経験談というのは自分たち自身経験してないからこそ全てが新鮮なことに聞こえてて、その震災経験した人っていうのは全員が全員同じ経験じゃなくて、一人一人の震災経験談というのがあるので、自分の友達が亡くなったとかっていうのを涙ながらに言われた時はすごい自分の中でグッとくるものがあったし、この人の涙っていうのは無駄にしたくないなっていうのは思いました。1.17 希望の架け橋を立ち上げておよそ2年、今度は自分たちの次の世代に震災と向き合ってもらうためにはどうすればいいのか、大きな壁に直面していました。その人の動画とかで、口調とか言動とかでそのまま伝えるいい手段かなっていうので、そのテーマを決めるのが今苦戦し中、パンって載せれるテーマが、見てもらって終わりでいいってことなんて話をさっきしてて、なんかその事実を伝えて見てもらった人が、あ、そういうことがあったんやって知ってさ、終わりでいいかなって話をしてたよな、さっき、うん、目標はそれ以上行きたいけど、今までそういう見る機会もなかったし、震災知るきっかけもなかったし、やからちょっと一歩踏み出す感じで見てもらえるだけでもええんかなっていうのは思う。理想はもっと上で、上やけど、経験していない自分たちだからこそできることがある、彼らはそう信じています。藤原さんたちは力を借りようと、神戸市の元小学校教員臼井誠さんに声をかけました。息があってですね、助けてほしいのにもう助けられないとか、
もうそんな話がいっぱいあってですね、私はちょっとの差で命が助かったので、本当にあの時1回で何かしてたら死んでたと思ったら、当日体が夜に震えたんですね。もしあれしてたら死んでたって思った。その生死を分けたちょっとの差で、もう悔しい中で亡くなられた方が亡くなったのが1月17日で、8年経つんですけれども。臼井さんは教員12年目の時に被災。傷ついた町や被災した子どもたちの姿を見て、込み上げてきた思いから幸せ運べるようにという歌を作りました。音楽戦歌です。響き渡れ幕たちの歌、生まれ変わる神戸の街に。この歌はたくさんの人の心の支えとなり、やがて神戸の復興を願うシンボル曲となりました。初めて神戸っていう響きを聞いただけで胸が痛くなったりとか、町に対する思いとか、いろんなものが頭の中でぐるぐる回って、鉛筆で自信にも負けない強い心を持ってて書いて、清らかな子どもたちの声であったり、子どもたちのピュアな心で歌を歌うと、その歌は奇跡のように広がって。藤原さんたちは時を超えて歌い継がれてきたこの曲に込められた思いを受け止めました。東川で今小見下神戸の、まずここに集まられてて、この架け橋のね、虹の架け橋の中に入って、活動しようと思われてることが素晴らしくて、まあ、そういう方やっぱり数少ないんですよ。本当はまた一人でも多くの方に伝えてほしいなと思います。ありがとうございました。みんな小学校1年生の時から、防災教育とか幸せ運べるようにとか歌ってきてて、でみんなやっぱり人事じゃないうちで、これから先もどんどん語り継いでいきますので、引き続きよろしくお願いします。希望の架け橋は毎年追悼行事 1.17 の集いの運営にも携わっています。この日は集いで並べる紙灯籠の制作を来場者に呼びかけました。すると訪れた人たちが自然と彼らにあの日のことを語り始めました。私の勤務してた会社の近くに和菓子屋さんがあったのね。若いご夫婦と子供、赤ちゃんと3人家族だったんだけど、奥さんと子供さんが亡くなって、ご主人だけが亡くなって、無事だ。第1回のみんなに来た、もう忘れられへん、もうね、何も音がしない、何でも話しないの、もうシーッと、みんなね、光を見てね、みんなね、言葉なくってね、思い出すわ。こういう活動をぜひ続けてください、よろしくお願いします。ぜひ、お迎え来てください。まあ、自分たちの思っていることと震災経験された方から思っていることっていうのはちょっとギャップっていうのがあると思うんですけど、震災経験していない世代が震災について語っていくことについて、ちょっと率直にどう思われているのかなっていう。でもそうやって伝えていくこととは大事なので、ね、若い人たちがこうやってやってくれるのはすごい嬉しいです。どんどん忘れていくので、私たちも忘れてきてるので、どんどん伝えていってほしいと思います。
震災を経験した人たちから託された思いを届けるため、藤原さんは子どもたちの前に立ちます。この経験というのが自分のおばあちゃんの阪神・淡路大震災当時の経験談になります。おばあちゃんは当時神戸市の須磨区の東落合というところに住んでいました。下からドンという大きな音が鳴って、そこから横揺れ縦揺れ、もう何分続いたかわからないような大きな揺れが続いたそうです。自分のおじいちゃんは当時建設会社の社長をしていたので、重機で屋根を一枚めくるとそこに思い出の品、例えば娘さんからもらった洋服であったりとか、子供からもらった手紙、おそらく亡くなってたんだと思いますけど、涙を流しながら探してたそうです。で、それをそういう工事をしているうちに、やっぱり従業員も涙ながらに重機を動かしてたそうです。今日来られている中学生の方、また小さい子どもたちの命はもちろんですけど、そのまた大切な人、自分の家族であったりとか、自分の子ども、兄弟、そういう子たちを少しでも救うために、この阪神・淡路大震災の教訓というのを次世代に伝えていかなければいけないと思ってます。まあ、ちゃんと伝えれるかって言ったら伝えれないので、今まで学んできた人とかを体験した人から話を聞くっていうのはやっぱり多いんですけど、体験していない人とかから話されるとまた違った感じてきて、なんか自分たちもそういうことを伝えていけるよう なんか行動ができたらいいなって思いました。今の話を聞いて自分の中での震災の意識が深まったから、これからもその震災について意識していこうかなって思いました。はい、これからも伝える活動、みんな自分たちと一緒に、同じ方向性向いてると思うので、これからも頑張って活動していってほしいなと思います。震災の教訓をつなぐ橋を架ける。藤原さんはまた次の世代へと伝え続けます。はい、ありがとうございます。